気持ちいいな。君のおかげで日頃の疲れが取れていくよ。驚かせてごめん。改めて伝えたくて、告白を受けてくれてありがとう。俺君のこと絶対大切にするから、これからもよろしくね。おはよう。よく眠れた？よかった。君がちゃんと横にいて。実は昨日の出来事が全部俺の夢で、もし目が覚めて君がいなくなってたらどうしようかと思った。そして君と一緒に朝を迎えられるなんて、やっぱり夢を見てるみたいだ。なんだか一生分の幸せを手に入れちゃった気分だよ。これくらい気にしないで。それより君が作ってくれるご飯楽しみだな。確かに。あ、せっかく家でゆっくりできることだし、本を読むのはどう？よかった。本は気になったものを何でも読んでくれて構わないから。読めてない本を全部読もうとしたら、途
も一日の休みじゃ足りないな。一生懸命本を読んでる君は可愛いなって思ってさ。晩ご飯の準備も手伝うから、俺にできることがあれば何でも言ってね。俺さ、ずっと前から君の笑顔や優しさに支えられてた。それに気づいた日から、君が彼女になってくれたらどんなに幸せだろうって思ってたんだ。次に君が古の国に来てくれたら、ダメ元で告白しようって考えてて、君が俺の気持ちを受け入れてくれて本当に嬉しいよ。でも俺、もっと君に触れたい。ごめん、君があんまりに可愛すぎて、やっぱり余裕なんてないや。